この間マリンとアクアとカナタンとシシロンとコヨリでうちの6人でご飯を食べてきました。もともとね、運動会で白組のメンバーでご飯行こうみたいな感じで全員で行こうみたいな感じだったんだけど、あまりにもスケジュールが合わなかったりとかしてなんか最終的にこの6人でじゃあ行くかみたいな感じになって、でもなんかリスケにリスケが重なって結局この時期になったみたいな、スケジュール問題が結構発生しててね。楽しそうにしてたよみんな、っていうか楽しかったな。まあ、アクアはほとんど喋ってなかったけどでもすごいニコニコしてた。うん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 って言ってた。うん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 ってなんかめっちゃ気にしてしまった。アクアちゃんと食べてるかな、全部食べれたの偉いねって言ってしまったわ。お母さん目線なのかな。でもやっぱ言われたわ、ママみたいって言われたわ。すみませんもうついついね気にしちゃうのよ。なんか偏食なイメージあるからさ、これ食べれるかなっつって食べれないのないかな、大丈夫かなっつってねいやいいだろ別に、共有してこうよ可愛いやろ、可愛いから共有してこうぜ。まあ、でもね、他のメンバーもね、なんかすごいねワイワイしててすごい楽しかったな。近況